サバンナはアメリカ海軍の軽巡洋艦、ブルックリン級軽巡洋艦の一隻。艦名はジョージア州サバンナにちなむ。その名を持つ艦としては4隻目。サバンナは1934年5月31日にニュージャージー州カムデンのニューヨーク造船所で寄港した。1937年5月8日にジェイ・ボ名デ電によって命名浸水し、 1938年3月10日にフィラデルフィア海軍造船所で艦長ロバート・シー・グリフィン大佐の指揮下収益した。ニューヨーク海軍交渉で下記完成レーダーと 40mm 対空砲が増設された後、サバンナはフランク・ E ー・ビーティ少将指揮下の士官候補生、訓練艦隊機関となる。6月7日にアナポリスを出港、400名の士官候補生を乗せて、 訓練に向かった。その後キューバへ同様の公開を二度行い、9月30日にアナポリスで候補生を下官させ、10月1日には別のグループを上官させてフロリダ州ペンサコーラに向かう。1945年10月25日から30日までジョージア州サバンナで海軍記念日の記念式典に参加し、11月1日にノーホークに帰還。 マジックカーペット作戦参加の準備を行う。サバンナは11月13日にノーホークを出港し、11月20日にフランスのルワーブルに到着した。翌日1370名の兵及び67名の士官を乗せて出港、11月28日にニューヨーク港に到着する。その後同様の航海を行い、12月17日に帰還した。 サバンナは1945年12月19日に不活性化オーバーホールのためフィラデルフィア海軍造船所へ移動した1946年4月22日に予備役となり1947年2月3日に退役した1959年3月1日に除籍され1966年1月25日にスクラップとして ベスレヘムスチールに売却された。サバンナは第二次世界大戦の先行で3個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。